道ではよく交通渋滞が起こります。うまい交通整備のルールを作らないと車は動けなくなってしまいます。コンピューターネットワークでもこれと同じことが起こります。ですから情報が素早く正しいところに届くように工夫して設計する必要があります。ではこの問題を5人でネットワークを作って、その中で果物を受け渡してやってみましょう。このゲームはこのように5人全部が自分の色の果物を持ったら上がりです。最初はみんなバラバラに果物を持っています。隣の人が片手に何も果物を持っていないときは、そこに自分が今持っている果物を渡すことができます。手が空いてないときは渡せません。青の男の子は緑の女の子から見て隣ではないので、このように渡すことはできません。グループ全体が上がるために、あなたが自分の色の果物を持っているのにそれを人に渡すという場合もあるかもしれません。ちょっと協力すれば全員が自分の色の果物を持って上がることができます。違う形のネットワークで実験してみるのもいいですね。全員が一直線に並んだ形も思ったほど難しいものではありません。この学習とアンプラグドプロジェクトについて詳しく知りたい人は、アンプラグドコンピュータサイエンスの本とウェブサイト csunplugged.org を見てみてください。